どうも、クーニンです。本日はですね、僕が運営しているクーニンズのキャッチャー緑川の特集をしたいと思います。緑川ってどういうキャッチャーかというと、クーニンズに2018年から入団してくれたビタ止めキャッチャーなんです。あまりにもビタ止めのキャッチングが良すぎるためにですね、今では体育会 TV の公認キャッチャーとなっております。さらに今年はなんとですね、プロ野球選手の自主トレにも帯同しておりまして、福岡ソフトバンクホークスの千賀投手のですね、自主トレにもブルペンキャッチャーとして帯同しております。そんな緑川がですね、キャッチャーをしている試合、僕ね、センターを守っているので緑川のキャッチングすごく見えるんですけども、たまにピッチャーがいい球投げてボールって言われることあるんですよ。でもセンターから見たらですね、これ今の入ってそうだけどなって言って緑川に確認するじゃないですか。緑川は3番バッターの3球目のスライダー、あれボールっていう判定だったけど、実際入ってるのきっとほぼ 100% 間違いなくボールって言うんですよ。そうなんや、センターが見たらストライクっぽく見えたわって言うと、いやこれがって言うんですよ。まあ、要はですね、すごいボール球なんですけども、キャッチング良すぎてセンターから見てもストライクに見えると。緑川はそれに関してはものすごく自信を持っているようなので、実際に本当にボールなのかっていうのをですね、今回検証してみました。どうぞ。先週行われました審判講習会を兼ねた G-MAX さんとの練習試合、先発マスクをかぶったのは緑川でした。そんな緑川のキャッチング、際どいコース、止めを誇張せずにストライクを取りました。今のあたりはストライクを取ってくれるという確信があるのでしょう。ここも緑川のミットに気持ちよく収まっていきました。ピッチャーは若林、追い込みました。ここで外いっぱいのスライダー。しかし緑川の実力はまだまだこんなものではなかった。ランナーを出した場面、ここで緑川の本領が発揮されました。カウントはワンボール。ここからご覧ください。2球目の外のボール、結構離れてますがストライク。これが緑川の言っていたキャッチングでストライクを取るということなのか。これだけでは終わりません。ワンストライクワンボールからの3球目、ここも外に構える、ここもストライク。緑川、ここギリギリでしょと言わんばかりのキャッチング。そして何がすごいかって、バッターの方があんまり今のコースストライクを取られて驚いてないんですよね。今のコース緑川がストライクと思わせてるとしたら、相当ピッチャーに好影響を与えています。本来ならノースリーのところ2ストライクワンボール、最後は打たせました。厳しい球を打たせショートフライ。2球目3球目このコースでストライクを取れたことで、非常にバッターとしては左右を意識させられたんじゃないでしょうか。そこに来て最後は高めの決め球。さあ、ナイスキャッチングを見せる緑川ですが、相手チームの G-MAX さんも非常にいいキャッチャーでした。バッター緑川のシーンご覧ください。まるでフレーミング返しと言わんばかりに、際どいコースしっかりとストライクを取ってきました。そして最後は似たようなコースを打たせ外野フライ。緑川抑えられました。そして先頭バッタークーニン、まずは初球カーブでしょうか。ここも際どいところ、フレービングが出ました。そして2球目外のまっすぐ、ここもギリギリのコース、 G-MAX さんのキャッチャーナイスフレービング。際どいコースで追い込まれたクーニン、感覚的にはボール球じゃないか、そんな風に思えたコースを取られたので、メンタル的にはかなり弱気になってました。ボール球を振らされないようより意識して見ていきました。そしてなんとかフルカウントとし、最後変化球打ちました。サード投げられず、なんとか出塁。
続くバッターは沖田。この場面でエンドランを仕掛けます。しかし上げてしまった沖田、エンドラン成功ならず。ツーアウトランナー一塁でバッター前澤くん。キャッチャー外に構えた。ここはボール。緑川がストライクを取ったコースを有効に使ってきます。最後は打ち上げた。一回弾くもしっかり取ってチェンジ。その後も G-MAX さん、クーニンズ打線を抑えていく。そしてイカイダーのこの打席、ボールとなりましたが外のキャッチングが非常にうまい。ピッチャーも気持ちよく投げれていることでしょう。イカイダーも最後は打たされました。センターフライ。さあ今度は緑川のキャッチング見ていきましょう。ピッチャーは川上くん。インコースのボール、これがストライク判定。逆球でしたが緑川何食わぬ顔で捕球、ストライクを勝ち取ります。打ちました。サードゴロ。前の球で厳しいストライクを取ったため振らせることができました。そしてここはデッドボール。即座に謝る。野球選手の鏡のような存在です川上くん。そして川上くんは後続にもツーベースヒットを打たれる。この試合最大のピンチが訪れました。ツーアウト二三塁。この場面で緑川が要求するのは外。打たせました。レフトフライ。結果この試合は引き分けでした。いやーすごかったですね。これがフレーミングというやつですね。まあ、ボール球をストライクにするっていう技術ではないですけども、確実にこのストライクゾーンギリギリのところはストライクになってる印象でしたね。相手チームの G-MAX のキャッチャーさんもめちゃくちゃうまいですね。すごい際どいところをね、全部しっかりと止めてストライク取られてましたので、ピッチャーが安定しろピッチングしてるなと思った時はですね、その陰でね、キャッチャーの素晴らしいキャッチング、ピタ止め、フレーミングというものがあるんだなということを改めて気づかされました。ナイスピッチということで、いつもですねピッチャーだけが評価されがちですけども、本当ね、緑川とか相手の G-MAX さんのような素晴らしいキャッチャーがいるからピッチャーが気持ちよく投げれるし、際どいところを取られるからバッターも迷っていってより打てなくなっていく、そういう風にキャッチャーが持っていってるんだなと改めて実感しました。緑川ありがとうございます。さあそんな緑川なんですけども、最近ですね内野グラブを購入してまして、サード転向したいみたいですということですね。キャッチャー緑川卒業してサード緑川始まるようです。緑川くん今までありがとうございました。仲間とあの場所めがけ、朝眠い目をこすって出かける、玄関出る前肩にかけてぐ、気持ちと道具詰め込んだエナメル、半端なし命かけた分、フォーシーズン服は汗だく、気持ちは負けたくないから駆け出す、あの土の上で輝く。